はい、どうもこんばんは。えっとね、今日が5月11日のね、午前1時36分ということで、はい、本日はですね、はい、担当、4日前 ?15 日かな確か。木、金、土、日。あとね、4日しかないっていう。<laughs> もうやばいんですけど、ね、とりあえず、あのー、ね、パーフェクトをね、僕は、この付箋貼ってあるのは、えっとねー、 最後にやって罰がついたもので,でまあ大体どの科目もね230個くらいあるのかな、うんまあ、全部罰じゃないやつもあるんですけど途中で丸あったけどもう一回取れたら罰でしたみたいなやつ全部つけててで 2, も2回連続して丸のやつをまだ復習してないんですよねでも本当にやばくてなんか <laughs> ま足りないなという時間が単に今はそういう気分ですで まあ今日もいろいろやってたんですけどまあ一通りねその、まあ、付箋つけ終わってこの付箋をね2日前にこう一応復習しようっていうことで付箋つけてで今日はね広報の日だったんで自分の中で広報やったんですけど <laughs> まあまあ、まあ、まあ何回間違えるやつ何回間違えますね本当にもう、まあ、憲法とか本当に反例系 <laughs> あのー、参議院のあの平等権のやつとかあとなんか昔の問題だけかもしれないんですけど あの判例をね、なんか、こうい、並べ替えなんか <laughs>、並べ替えみたいなやつがあって、ってか、なんかこう、穴があって、判例こ、こう、ね、例えば、氷市場判決はここ A で薬、薬事法は B みたいな、なんかそういうクソみたいな問題があって、多分もう出ないと思うんですけど、まあ、そういうの何回も間違います。はい、で、まあ、だけど、で、まあ、そういう感じでして、で今日はね、僕はこ、もうなんか、メンタルもきついし、まあ、ちょっと、 自信をつけるためというかね自分の今実力がどんなものかということで、とりあえずね、令和3年の、はいえ、このような問題をやってみました。で、まあ結果から言いますと、まあだけこれ僕、あの、一応言っときますけど、刑法と刑事訴訟以法以外は、えっと、パーフェクト使って勉強してます。っていうことをね、前提で話してほしいんです。なので、全部一回はやったことある問題です。はい。で、えっと、憲法が十六で、行政が十六で、 民法が、まあ、30点で、商法28、民二28で、刑法が26で、刑祖が20と。まあまあまあ、まあそういうことですよ。ね、刑祖、本当にね。だから、まあ、即端でやってるんですけど、まあ、僕から言えるのは、あのですね、まあ、来年予備試験を受ける方は、まあぜひですね、まあ、令和5年対策のパーフェクトじゃなくてもいいと思います。本当に、令和4年、まあ令和3年とかね。 まあそんな新しくなくてもいいと思うのでもうパーフェクトやった方がいいと思います本当に特にもう回回に関してまあもう上位も下位も全部パーフェクトがいいと思います本当にまあ択一とか一応全部こう人と揺らしてるやつでもいいと思うんですけどあのー、やっぱ即端いやなんかほんと今になって僕去年即端で受けたのすごいなというか去年150多分後半。 7とか5なんかまだまだ5点くらい足りなかったんですね。確か5点か3点か。いや、よくもういったなと思いましたよ、僕、正直。はい。<laughs> 本当に。まあ、パーフェクトやってて思いましたけど。でも、憲法、行政法に関してはマジでパーフェクトをやらないときついんじゃないかなと思うし。まあ、民法も、そうですね、パーフェクトやった方がいいのかな。うん。てかもう全部パーフェクトがいいと思います、本当に。で、まあ点数としては本当にね、えっ、ー、と、52と。 えっと、80? 80で58でなんと、えっと、138138+46 なので184法律科目184これ本番ってもう余裕で合格ですわだけどやっぱほんと解いててわこれギリギリだなっていうなんかもう一回解いたのにうわなんかギリギリでやっと解けるみたいなやつも割とあって なんて言うんですよ、まあ、正直ね、令和3年だからで言って問題はないよ覚えてることってないんですよ。あの、まあ、これは僕だけど、まあ、一応書いてあるんですけど、問題には。だけど、これ令和3年だって言ってね、こう解いてるわけではないので、まあ、ある程度この実力は反映されているのかなとも思いますし、特に刑法と刑訴に関して言えば、もう即ターンで去年の問題なんて僕覚えてないんで、正直。 受けたことある人は分かると思うんですけど、まあ、警報と警察は本当、ほんと多分、これが実力通りの点数で、だけどやっぱ難しいなと思いましたね。で、ね、今、何やってるかっつったら、えっと、パーフェクトを2週までは全部の問題やって、で、3週目からは丸々、まるどっちも丸だってやつはやらないで、でもう1週やると。で、4週目からは、今週4週目の週なんですけど、4週目は、最後×だったやつ。 をやるとえー、っとだから最後×っていうのはうんだから例えば〇○××の問題もやると。で、まあ、逆に×丸のやつも〇×○×とかのやつもやるみたいな感じで、まあ、とりあえず3回目が×だったやつもう一回やってでまだ×だったやつに付箋を貼ってこれなんですよ。でまあ12345まあなん,かなんか結構あるんですけど。 で、まあ、それをその今後の4日間で復習してであとはまあ条文読むのと条文なるべく読まないのだと思って特に行政不服審査とか大執行、まあ、大執行はいらないか行政手続き不服審査、まあ、憲法に関して言えば統治系は読んでであと民法も一応ね最近授業中とかに読んでるんですけどまあ民法をなるべく読みたいで会社法はいや正直厳しい、うん、多すぎるもう。 なんか僕は諦めました会社法に関してはまあなので復習してる中でこう何て言うんですかね復習してる中でこうちゃんと条文確認するぐらいにして係素もねあの本当問題見たらやった方がいいんだなと思うんですけどまあだからなるべくやりたい軽争はやりたいですはいやりたいですねまあそんな感じでしたが係争民想もやりたいですよ本当に。 まあ優先順位としては会社民主会社行政憲法を民主でその次に係争会社んって感じですねうんちょっと何言ってるか分かんなかったんですけど、まあ、そういう感じですであとえっと刑法と係争に関しては即答だけじゃ心もとないのであの一応資格スクエアでねあのアプリの方で500問くらいあるんですよ問題がで先週くらいかな R2 やった時に、R2 っていうのは令和2年ですね。やった時に、まあ、憲法と民法は、民法というか民事系はそこそこ良かった。ま、あ大体8割。なんまあ、低くて7割かな。ぐらいの成績だったんですけど、刑法と刑則はマジでなんか、地獄みたいな成績で、なんか、15点と10何点みたいな。えみたいな。だから本当に、速探で挑む人は、あの、資格スクエアのアプリ。まあ、あれ、卓越500問あるんで、一応そこそこあるので、 あれもやらないといいととけないなな思う去年僕ははやっててたんですよ刑法に関してはなのでまあだからできたのかなっていうのもありますしだから即端の人は本当に資格スキャンのアプリでもいいんで一応やった方がいいのかなと思いますいやマジでやんないとあの落ちるというか全然点数取れないしさ即端だとあの問題が簡単なものが多いんであんまり問題演習にならないというかあ簡単なんで全部こう なんていうんですかね、直感、直感っていうか、一瞬で溶けちゃうから、あんまり頭に残ってなくて、それもなんか最近分かって、で、その、なんていうんですかね、その R2 をやった時に合計だいたら145とかで、いや、俺パーフェクったら145ってマジやばいじゃんとか思って、で、だからその焦ってもう警報と警察その日めっちゃやって、めっちゃやばい。やったっちゃやったんですけど、結構頑張ってやって、 っていう感じでしたね。で、まあ、もう正直、もう僕、なんか受かるか全然わかんないし、本当に。いや、なんかまあ、今年落ちたら、まあ、それはそれで、俺もうなんか、予備の担当を突破するセンスはなかったんだなと。その記憶力、家においては。記憶力とか、そういうことに関しては、あんまセンスはなかったんだと、素直に諦めて、やっぱ来年の司法試験受けようと思いましたね。まあ、落ち、ね、だから、まあ、一応勉強するんですけど、本当に。 ね、もったいないんだよね。この下4本のパーフェクト買ったお金がもったいないので、まあ、一応やりますけど、まあそうですね、なんかまあ、今はそんなに自信がないって感じですね。なんか去年の方が自信あったんですよね。まあね、ほんと、あと4日しかないですけど、まあ授業もね、あの重い授業はあまりないので、まあそうですね、あのたまたま今週は担当の授業もないし。 う本当ね、えー、っと受験生の方も、ね、僕と同じ予備試験受験生の方もね本当に、まあ、同じような気持ちの人多いと思いますが、まあなたはね本当に受かるとあの全然勉強続けば受かると思いますしこれから予備試験受ける方に関しては本当に全部パーフェクトした方がいいと思います僕は、ね、時間が許され特に学部生の方とかはもう絶対にパーフェクトがいいと思います本当に、まあ、卓一でもいいのかなとも思うんですけど 僕みたいにこうなんか瞬間意味を理解しないでできちゃうんですよ択一って丸ツなんで何て言うんですかこれが交流いう理由だからなんて悩むことがあんまないというかパーフェクトの良さって問題だから悩むんですよだから覚えれるこことここで迷ったけどこっちだったんだって理由はって言ってあそういうことかっていうのがあるけど僕の中ではですよ択一ってほんと流し作業でできちゃう部分があると思うので だから一,問一問丁寧にでできる人はいいのかなと思うんですけどまあ僕みたいに適当な人はパーフェクトの方がいいのかなと思いますでまあパーフェクトやれば過去問くらいだったら本当に8割9割は全然取れる、まあ、しか僕これその 4, 回くらい4回連続間違えて問題とかも入ってこれ憲法まあ合計360で20個くらいありますけどなんとかなってるんでまああとねまあなんか間違ってるところは固まってるんで でででそこって1個しか出ないですよ試験で何個もバーって出てくるわけじゃないんでまあだからあんま気にしないのかなと思うんですけどねなんか <laughs> まあそういう感じですねなんかほんと皆さん頑張りましょうねやっぱね僕も最近なんかもうね担当の勉強してるとマジほんとため息しか出ないし <laughs> ほんとねつらいつらいというかねあんま言いたくないんですけどね弱音とかなんかねそういう感じです はい。で、ね、そういえば今日からね、正子を受ける方もいると思いますので、本当に頑張ってください。はい。本当、一年でも早く社会に僕は出たいです。本当にね。あなた方、受験生のね、皆さんの背中を追って、今年の一年も頑張っていこうと思います。はい。じゃあ今日はこんなとこです。はい。皆さん頑張りましょう。多分、当日はね、即日、採点、ライブするかなと思います。はい。じゃあお疲れ様です。